遊び中のタロです。今回ですけども全マシン1企画やっていきたいと思います。本日で22回目やっていきたいと思います。高校ウサタウさあ、ということで本日のマリオカートデックス、世界で一番元気よくやっていきたいと思います。最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。ということで皆さん私、坂上田村太郎チャンネル1周年を迎えました。ありがとうございます。4月22日本日ですね。本日をもちまして、1周年ということで、皆さんの、本当に皆さんがこう見てくれてるおかげ、そして、コメントをね毎回こう書いてくれる方たちのおかげでこうやって、毎日、こう続けられることができました。はい、本当にありがとうございます。いや、マジでよかった。ここまで続けてきてく本当に良かったと、私自身思ってます。やっぱりね、こうなんだろうな、その自分自身なんだろう、こうやって1年間何かを続けていくっていう、そうな何かを残していくみたいな、そういうことはやったことがなかったので、なので本当にね、なんかこう続けられたことになんかすごいね、自分に感動してる。うん、めちゃくちゃなんか、あれ、俺ここまで続けてこれたんだっていうのにちょっと感動してる。やっぱ自分でこうやり始めて、例えば野球とかだったら、なんかこう練習でさ、毎日素振りしなさいって言われてさ、まあ1日ぐらいサボる日ね、あるでしょ、絶対。だけど俺はこうやって YouTube こうやってみて、やっぱりこう 1日もこう休むことなく、まあ1日もつうか1日もこう、更新をやめることなくこう続けられたっていうことで、ちょっと俺はびっくりしてる。うん、うん、まあこれからもね、ちょっと変わらずこうやって続けてい、きたいと思っておりますので、皆さんね、本当にこれからも末永くよろしくお願いいたします。さあ、ということで、てかマジで本当になんだろうな、1回目の動画をちょっと見返すと、本当に俺のね、実況が拙い、そして俺は金髪だったというね、ちょっとびっくりする、今見てる人はちょっとびっくりするね、最初の、動画になってるとは思うんですけども、結構ね、まあそれを、そういうことをちょっとね、今回お話ししながらね、ちょっとこの動画、やっていきたいなと思います。最後までご視聴のほどよろしくお願いします。やばいね、ちょっと。にしてもやばくないか、被弾が。さっきからよ。本当に。1周年経っても、被弾の量だけは変わんねんだな。はい、続いてですわー、動物の森やっていきたいと思います。さあ、ということでね、まあ、こういう動物の森、里帰り、静江さんの里帰りで、思い出語っていこうかなと思います。スタートー。さあ、ということでは、私自身ね、まあ、本当に、まあ、ここまで1年間やってきましたけども、まあ、いろいろと、こう、結構、この1年間も結構ね、濃くてですね、うん、何があったかっていうと、まず最初に、まあ、何がこう、伸びのきっかけになったのかなっていろいろ考えたときに、やっぱりこう、沢さん、沢やんの弟子としてこう、やらせていただくっていうね、名乗らせていただいたっていうことが、やっぱりその、伸びの一つの要因にもなったのかなと。やっぱりこう、大好きな、人のね、人の、あれを、名乗らせて、名前をね、名乗らせていただくっていうことで、ちょっと、まあ、正直私自身ね、まあ、すごい、大丈夫かなっていう。この先、それの名前使って大丈夫かなっていう、そういう気持ちもあったんですけども。まあ、本当に、なんだろうな。まあ、自分の中でその、まあ、解釈というか、まあ、大丈夫っていうね。まあ、もうこれからね、やっぱりこうやって使わせていただくことで、やっぱりもう絶対にね、伸びるっていうね、そういう、思いで、使えば、まあ、絶対ね、もう認めさせるっていう思いで、使えば、絶対ね、まあ今後とも、文句というか、まあ出たとしても、まあ絶対に伸びますっていうので、もう解釈してもいただけるかなと、そういう思いで、ちょっとね、私はこう使わせていただきました。はい。まあもちろんね、使わせていただく前に一応は聞いたんだけどね、ちょっと大丈夫かなっていうので、一応ね、ちょっと、本当にどうしようもないんだけど、どうしようもないやつなんだけど、俺が、まあ一応使う前に、一応ね、許可は、一応、スパチャで、こう、送らせていただいて、まあ、本当にね、どうしようもない聞き方だったんですけども、一応、聞かせていただきました。はい。なので、本当にね、皆さん、今後とも何卒よろしくお願いします。ということで、ちょっと待って、ここで1位をもしかしたら取ってしまう。そんなことが俺があっていいのか !1 周年に決めてしまうんです。ありがとうございます。1位獲得したー !1 周年の1位最高です。まさかのこのコースで1位を取ってしまう。ありがとうございます。はい、続いてですわー、奇跡を呼ぶコース、みんなも一緒に、せーの、リボンロードやっていきたいと思います。さあ、行きましょう。ここ
うさと、さあ1周年に、ふさわしいコースではないでしょうか皆さん。ここのコース、奇跡を生むコースリボンロード、やっぱりねこのコースで1位を取るっていうことがやっぱり1周年というね、まあこの節目にはふさわしいのではないでしょうかということで、ちょっとここのコース真剣に走っていきたいと思います。よろしくお願いします。いやマジでね、てかやっぱりそれとともにね、まあその1周年迎えましたけれども、こうまあ1周年迎わせていただきまして、でまあ何を思ったか、でこの1周年で俺は何を感じたかっていうことを申しますと、やっぱりね毎日更新つれ毎日更新は大変だから澤さんなんて1日2本も毎日上げてるじゃないですか。だからそれが本当にすごいなって、つくづく思いました。はい、マジでつらい。もちろんまあ今毎日更新はあるものの、毎日動画を上げているわけではありません。やっぱりこう生配信で、科目は今やらせていただいてるんですけども、まあそれでも結構ね、まあ大変なんだけどね、やっぱ自分の時間も取られるしっていうのもあって、大変なんですけども、まあだけどそれでもね、俺は結構楽しく、こうやってやらせていただいてるので、本当に良かったです。やっぱこう、まあその中でも、やっぱり結果、なんだろう、目標1万人には達しなかったけど、達成はしなかったけども、けど、こうやって、まあ2000人、今6000人か、6000人の人たちがこうやって見てくれてる。もうそれだけで今はね、もう十分です。はい。十分というか、十分ではないけど、それだけでも全然すごいことなので、はい、すごい嬉しいことです。はい。もう本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます、本当に。で、ちょっと待って、おつけ。奇跡を呼ぶ、ああ、もう本当にムカつく、こいつら。だけどまだわかんない。まだわかんないよ。ラスト、決めるぞ。いやもう。面白くなってきたじゃん、1周年面白くなってきたじゃん。やってやるよ。こっからが1周年の始まりだよな。はい、続いてですわー、ハイラルサーキットへやっていきたいと思います。さあ、ということでね、まあ今はもう1周年迎えたということで、まあこっからの願望について、話したいといきます。よろしくお願いします。さあ、ということで、まあ、ここからの、まあ、ちょっと、目標なんですけども、まあ、いろいろちょっと1周年を迎えるにあたってね、やっぱりいろいろちょっと考えたんですけども、まあ、ここからの目標としては、もうね、まあ、1万人を、まあ、とりあえず行くということをね、まずは目標、目の前の目標に、していきたいと、思っております。で、まあ、長期的な目標といたしましては、まあ、年内、まあ、2万人を目指したいと思ってます。そこをマジで、目標にしてます。はい。ちょっとまだね、1周年迎えて、それでまだ1年、まだ1万人も行ってないので、まあその先の目標に関しては、まだまだ全然見えないので、ちょっとなんとも考えてはいないんですけども、本当にね、1万人をとりあえず今は目指してるということだけ、ちょっと皆さん、頭に入れていただければと思います。なるほど、うまいね。すごいうまいことしてくるね。なるほどね。いや、本当にその2万人に行って、もうなんか、いい感じで、ね、もうあと再生回数もしっかりと、ごめんなさい、しっかりと取れて、そういう、YouTuber、ゲーム実況者になりたいと思ってます。まあ、なんだろうな。あとはもう普通に、実写動画の方もね、まあ、しっかりと、やっていきたいと思っておりますので、皆さんもね、そちらも、見ていただければと思います。やっぱこう、てか、あとはね、もう一つ、の展望としては、もうそろそろで、そう、やっぱり、ジアミスティチャンネルの方も解説したいと、もう最悪。ジアミスティチャンネルの方も解説したいと思っております。このバンドチャンネルの方ね。そちらもね、解説したいなとは思ってるけども、1万人とか2万人を目標にね。解説。本当によ。マジで。やばい。もう止まんねえな、東京は。被弾が、あーもうマッチにムカつく。やばい、もうビリだけは嫌だよ。1周年でビリ、やばい。だけど、オッケー、大丈夫だ。よし、ビリだけはねえ、何この草、草硬、何、もう終わりやん、こんな。草硬、マジで。
ジュエリーになっちゃったの、もうバチ当たった、もうちょっと本当に何やってんの、ちょっと煽りプレイしたらもうバチ当たった、最悪、もうやだ。はい、最終レースにさせてください。レインボーロード SFC やっていきたいと思います。さあ1周年最終レース行きましょう。ここで1を取って終わりにします。よろしくお願いします。ここスタート、ガンガンの前張りでいきます。よろしくお願いします。いや、ガンガンの前張りどうしようかな。ガンガンの前張りでいくか。よろしくお願いします。ちょっと迷ったけど、迷った挙句ガンガンの前張りでいきます。よろしくお願いします。やっぱり基礎中の基礎、うん、やっぱ打開じゃない、そういうね、もう基礎中の基礎の前張りでね、どんどんガッツリいっちゃおうかなと、私自身思いましたので、ちょっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあさあ、早いうちにメダル回収はしとこう、うん、早いうちにメダル回収しといて、ジャンピング、ここしっかりとこういうところは手に入れていく。オッケー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 、ミスをしない、うん、お前モナーさんも言ってた、ミスをしないことが大切だと、うん、なのでちょっと私もミスをしないように頑張る。よろしくお願いします。さあ集中、さあジャンピングしっかりと貯めといて、オッケー。さあコインもバチコリ取っていく。でここジャンピングアクション怠らばず、オッケー。ここダブル投稿して、いやー、クラクション来ないかな、クラクション来ないかな、いや来ないか、なるほどね、まあ来ないなら仕方ない、これは受けるしかない。はいはいはい、まだ大丈夫そう、まだ大丈夫そう、オッケー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 。ここしっかりダブル取って、でかいぞ、何が出るか、なるほど、まあまあいいでしょう、まあいいでしょう、まあいいでしょう。ジャンピングしっかりとやっといて、オッケー、いいんじゃない、流れとしては悪くないと思うよ。いやー、なんか来てる、なんか来てる、オッケー、なんか持ってる、持ってるが、持ってるのか、あー、もっと危ないね、危ないね、すごい危ないね、後ろジャンピングしといて、オッケー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 。さあここ楽に楽に行こう、いやー、なんか抜かしてきた、てか別にいいよ、別にどうぞ先行ってもいいよ、オッケー。まあ一塁交換したけど、ジャンピングしてオッケー、じゃ、よし、ここで置いとくか、いやー、クソマジか、抜かされる、だけど大丈夫、まだいける、なんか出ろ、いやー、ラスト、青コラ来てる、巻き込まれない、後ろ置いとく、で爆発させて完璧なるシュート、イエーイ。1周年にありがとうございます。1周年記念、これが坂の上田村太郎です。2年目も何卒よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバイ、シャッ。